どうも皆さん、きっとこんばんは。武藤祐樹と申します。カードラボさんで購入してきたカードの紹介をしてまいりましたが、バニラとですね、効果モンスターを紹介してまいりましたが、今回はですね、それ以外のカードをご紹介したいなと思っております。それでは行ってみよう。まずはこちら、ブルーアイズのアルティメットドラゴンのスーパーレアですね。100円になってます。プレミアムパックでみんな買ってたカードの1枚なんですが、最近ではですね、意外とストレージでもこれ見かけなくてですね、ちょっと傷はあるものの100円だったんで回収してまいりました。続いてこちら、サウザンドドラゴンのウルトラレアですね。100円になってます。これは初版ではなくて2期の方になってます。初期のシークレットレアを探してるんですけど、なかなかストレージではまだ出会ってはないカードの1枚ですね。お次こちら、同じくサウザンドドラゴンなんですが、こちらはジャンプの方についてたイラストの方ですね。こっちのイラストも自分は嫌いじゃなくてですね、皆さんはどっちがお好きですかね。続いてこちら、ブラックデーモンズドラゴンのパラレルになっております。500円でこのパラレル、めちゃめちゃパラレル加工も残ってて、500円ではめちゃめちゃお得なんじゃないかなと思ってます。めちゃめちゃお得だったカードの1枚ですね。でお次こちら、ブラックパラディンのシークレットです。これ見つけた時めっちゃテンション上がって、もともとブラックパラディン大好きっていうのもあるんですけど、持ってないシークレットが400円であったんですよ。別のショップで1000円で売ってるシークレットがあって、それ買おうかなと思ってて、先に寄ったこのカードラボで400円であったんで、もう速攻ストレージから回収してきました。これ400円ってかなりお得なカードの1枚なんじゃないかなと思っております。お次こちら、今度はメテオブラックドラゴンのシークレットですね。1500円になっております。もともとメテオブラックドラゴンにこの市販のパックでシークレットがあるの知らなくて、他の YouTuber さんの動画を見て知ったんですけど、めちゃめちゃかっこいいやんと思って探してたところ、カードラボであったんですよ。これストレージじゃなくてショーケースであったんですけど、もう見つけた瞬間店員さん呼んでもう購入をしました。めちゃめちゃ宿毛に合うカードの1枚ですね。お次、エレメンタルヒーローフレームウィングマンのシークレットですね。こちらプレミアムパックになるんですかね、型番的に。僕はもうGX の頃のアニメは見てないんですけど、さすがにこのカードは知ってたんで、シークレットあるじゃんと思って回収してきました。お値段は100円ですね。同じくエレメンタルヒーローつながりで、シャイニングフェニックスガイ、こちら200円ですね。マスコレですかね、型番的に。シークレットかなり似合ってんじゃんと思って回収してきました。なかなかお得なカードの1枚ですね。お次がこちら、サイバーエンドドラゴンのシークレットですね。これもマスコレですね、型番的に。シークレットがかなり似合うカードの1枚ですね。300円なら買いなんじゃないでしょうか。かっこいいですね。お次がこちら、アルカナナイトジョーカーのウルトラですね。50円になってます。リミテッドエディション8のカードですね。お次がこちら、サウザンドアイズサクリファイスのウルトラレアビギナーズエディション1のやつですね。こちら200円で転がってたんで回収してきました。状態も綺麗ですね。お次がこちら、これはショーケースで買ってきたんですけど、同じくサウザンドアイズサクリファイスのレリーフですね。2500円でこの状態ならかなり良くないかと思って回収してきました。若干角が白掛けになってるんですけど、それ以外は特に気にならない綺麗なサウザンドアイズサクリファイスのレリーフを手に入れることができました。ぜひ3枚集めたいカードの1枚ですね。でレリーフつながりでドラゴエティクスのレリーフですね。こちら80円だったんでもう回収してきました。お次がこちら、マスターオブカオスのプリシクですね。これ特価で3500円で買ってきました。裏にですね、若干白掛けがあるんで多分値引きされてるんですけど、表はですね、もうバチバチに綺麗なんで、もう僕的にはもう全く問題のないカードですね。自分は11期のカードで一番好きなのがこのマスターオブカオスなんですよね。あんまり人気がないのか話題にはならないですけど、めちゃめちゃ安く購入ができたので満足の1枚ですね。めちゃめちゃかっこいい。次がこちら、竜騎士ブラックマジシャンガールのプレゴルですね。初期絵の方ですね、元の方の絵柄になっております。700円で買ってきました。一時期プレゴルがものすごくお店に溢れてたんで、その時に買ってきました。700円ならありなんじゃないですかね。
僕はこの竜騎士ブラックマジシャンガールは初級の方が好きですね。かっこいい。お次からは儀式モンスターですね。まずはこちらカオスソルジャーのデュエルターミナルジレア100円ですね。デュエルターミナルは当時もう全くやってなかったので、こうやってストレージで見つかるとかなり嬉しいですね。なおかつジレアもかなりかっこいいなと思って買ってきました。お次もカオスソルジャーで150円ですね。みんな持ってたスーパーレアのカオスソルジャーですね。状態はちょっとあんまりよろしくないんですけど、150円で見つけたんで買ってきました。さらに値段はちょっと上がるものの、状態がかなり綺麗なスーパーレアも見つかったので買ってきました。スーパーレアで200円ですね。お次はですね、デュエリストパック版のカオスソルジャースーパーレアもありました。こちらはなぜか値段が300円に値段が上がってますね。個人的にはさっきのやつの方が値段が高そうな気はするんですけど、まあ、とりあえずカオスソルジャーのスーパーがめちゃめちゃかっこいいんで買ってきました。でお次がカオスソルジャーつながりで挑戦士の方のカオスソルジャーですね。まあ、イラスト的には普通のカオスソルジャーの方が好きなんですけど、まだちょっと1枚も持ってなかったんで買ってきました。ウルトラレアですね。お次がこちらサイバースマジシャンの、これ見にくいですけどレリーフですね。これが2枚落ちてたので2枚とも拾ってきました。別のところで1枚見つけてたのでこれで3枚揃いましたね。もうほんと最近のレリーフって感じで、もうほぼ彫りという彫りがないんで、レリーフとしてはまあまりこう人気がないのかなとは思うんですが、なんとなく惹かれて買ってきたカードになりますね。儀式はこちらで最後ですね。マジシャンオブブラックカオスマックスのシークレットですね。これもちょこちょこストレージで見かけるカードですね。あんまり人気がないような気がするんですけど、まあ、多分このアキレス腱ストレッチしてるような姿が人気ないんですかね。ここからはですね、シンクロのモンスターになります。まずはこちらレッドデーモンズドラゴンのシークレット、これはジャンプ版ですかね。レッドデーモンズドラゴンのシークはよく見かけるんですけど、まあ、100円ぐらいで毎回買えるので、その割にはかなりイラストがかっこいいんでお得なカードなんじゃないかなと思ってる1枚ですね。お次、ゾロワさんのシークレットですね。これ地引きで1枚持ってたので3枚並べたいなと思って買ってきた1枚ですね。80円でした。ここからがですね、リリーフ祭りとなっております。まずはこちらエクスプロードウィングドラゴンのレリーフですね。やっぱ集中線があるレリーフはかなりかっこいいですね。ちょっと見づらいんですが、まあ、200円でお得な値段だったんで回収してきました。次がこちらメンタルスフィアデーモン、もともと1枚持ってたので3枚並べたいなと思って買ってきた1枚ですね。まあ、こういうデーモン系のモンスターもレリーフはかなり似合いますよね。値段も200円で、まあ、割とリーズナブルな1枚。次がこちらニトロウォーリアー、かなりレリーフが似合ってる1枚で、背景の青とモンスター自身の緑がかなりレリーフが似合う1枚になっています。こちら200円で1枚ゲットと、もう1枚あって、これが400円、状態ほぼ一緒なんですけど、まあ多分買ったタイミングが違うからだと思うんですけど、値段がもう倍なんですよね。まあまあ400円としてもレリーフとしてはかなりまあお得な方の1枚じゃないかなと思って回収してきました。お次がこちら御用ガーディアンのレリーフ300円、これも300円お得じゃないかなと思いますね。強すぎてエラッタされたカードですね。かなりレリーフも似合ってる1枚ですね。お次がこちらスクラップドラゴン、これがですねまたレリーフとめちゃめちゃ合うんですよ。この金属のドラゴンにレリーフのザラザラ加工がめちゃめちゃ似合っててですね、かなりお気に入りの1枚ですね。値段も200円ということでかなりお得なカードじゃないかなと思ってます。お次がこちらボルテックバイコーンのレリーフですね。これもよくブックオフとかで見かけるようなカードですけど、かなりレリーフの彫りがかっこいいんですよね。この雷っぽいところのレリーフとかがかなり似合ってる1枚、状態もめちゃめちゃ良くて200円、これは買いですね。次がこちらエレキマイラのレリーフ、これもブックオフでよく見るんですけど、めちゃめちゃ状態が良くて彫りも意外とかっこいいんですよね。このライオンちゃんみたいなところもかなりかっこいい。次がこちら極真王トールですね。これは若干見にくいレリーフ加工の1枚ですけど、まあレリーフで300円ならいいでしょう、買ってきました。続いてがこちらエンシェントフェアリードラゴンのレリーフ500円ですね。まあ、かなり安いんですけど、ちょっと左上にですね折れがあるのでこの値段になってますね。
まあまあ俺があろうとも傷とかがないんで、かなりお得な1枚じゃないかなと思っております。シンクロラスト、こちらですね、ブラックローズドラゴンですね。若干白掛けがあるものの、かなりイラストのところは綺麗で、2000円はかなり安いんじゃないかなと思って買ってきました。もうめちゃめちゃレリーフが似合ってて、まあ、言わずもがな大人気のカードの1枚ですね。まあ、できれば3枚集めてファイルに並べたいカードの1枚ですね。ここからはエクシーズゾーンとなっております。枚数は少ないんですけども、まずこちらですね、マジマジマジシャンギャル、ブラックマジシャンギャルがギャル化したカードですね。何気に1枚も持ってなくて買ってきました。300円は結構安いんじゃないかな。お次がこちら、エネアードのレリーフ。もう全面レリーフでちょっと本当に見づらいんですけど、あの金色と赤のイラストがレリーフに似合っててかっこいいなと思って買ってきました。まあ、100円だったんで全然ありかなと思って回収してきたカードの1枚です。でエクシーズ、最後はこちらですね、ティアドロップのシークレット、400円ですね。もうこれが欲しくてボックス結構開けたんですけど全然出なくてですね、まさかストレージで見つけるとは思わなかった1枚ですね。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。まあ、女性キャラクターということで、まあ、それだけで美しいんですが、背景ともめちゃめちゃシークが合ってて綺麗なカードですね。なかなかストレージでシークレットが落ちていることはないんで、ラッキーだった1枚ですね。ぜひこれは3枚集めたいカードの1枚ですね。で、お次がモンスターの最後ですね。カガリのプレゴルになっております。値段400円だったんで、かなりお得だったんじゃないかなと思ってます。プレゴル自体があまり人気がないので、今はこれぐらいの値段で集めることができるので、まあ、今買える時に買っときたいなと思って買った1枚ですね。ここからはですね、魔法カードになっております。まずはこちら、地割れですね。昔みんな使ってた地割れのスーパーレアですね。まあ、100円だったんで安かったんで買ってきました。でお次がこちら、シャインキャッスルのウルトラレア、100円ですね。もうボロボロなんですけど、まあ、初期カードを見つけたんで、まあ、嬉しくても買ってきましたね。いつかは綺麗なカードを手に入れたいところではありますね。お次がこちら、光の護風剣の、ウルトラレア初期ですね。ちょっと傷はあるものの400円で手に入れることができました。光の護風剣は2機も見つけて300円ですね。初期に比べるとちょっと安くて、状態も結構綺麗なカードを見つけました。これ結構お得なんじゃないですかね。もう1枚光の護風剣2機回収で同じく300円ですね。まあ、2期になると2、300円で結構綺麗なカードが手に入るので、コレクターさんにはおすすめですね。お次がこちら、心変わりのスーパーレア、デュエリストレガシー2ですね。自分はあの心変わりが魔法カードで一番好きなんですよね。絶対プリシクとかが似合うんで、コナミさんにいつか出してほしい1枚ですね。ウルパラもありました。これ初期のウルパラ500円とかなり安いんですよね。パラレルもまだ結構残ってて綺麗な1枚ですね。次がこちら、死者への手向け。僕はもう小さい頃からデッキに入れてましたね。手札1枚捨てるだけで相手のモンスター破壊できたんで、めちゃめちゃ強いカードの1枚ですね。50円でスーパーレアがありました。これ結構お得ですね。状態も結構いいですね。続いてがこちら、トゥーンワールドのウルトラレアですね。これもいつかパラレルが欲しいなと思ってるやつですね。まあ、100円にしてはかなり状態も良くてお得なカードでした。次がこちら、クロスソウルのシークレットですね。これもよくストレージで見かけるような気はするんですけど、背景とかなり色があってかっこいいんですよね。値段は300円で落ちてました。次がこちら、魔法効果の矢ですね。これゲームボーイの特典カードでシークレットが落ちてました。値段200円ですね。次がこちら、カオスの黒魔術の儀式のスーパラがありました。なかなかパラレルを見かけることがないんで、お、100円にしては安いじゃんと思ってすぐ回収してきました。お次がこちら、ブラックツインバーストのシークレットですね。ただただブラックマジシャンとブラックマジシャンガールがセットで映っててシークレットで綺麗なんで買ってきた1枚ですね。まあ、50円だったんで綺麗だなと思って買ってきました。お次がこちら、精霊術の使い手シークレットですね。ストラクのカードですけど、まあ、シークレットだったんで綺麗だなと思って買ってきました。4人が集合しているところもいいですよね。めちゃめちゃ可愛いです、はい、お次がこちら、死者蘇生のウルトラレアですね。2期ですね。なかなか初版のスーパーレアは見つからないんですけど、意外と2期であると200円ぐらいで見つけることができるカードの1枚ですね。状態も悪くはないんでめちゃめちゃラッキーでしたね。200円で。次はこちら、死者蘇生のシークレット
300円ですね。まあ、300円が高いのか安いのかは分からなかったんですけど、まあ、シークレットがかなり似合うなと思って買ってきました。この当時はボックスを開けたりしてなかったんでですね、こうやってストレージで見つけるとかなり嬉しいですね。お次がこちら、バリアブルブックのカード、悪夢の鉄折ですね。昔ながらの遊戯王って感じのイラストがめっちゃかっこいいですね。こちら200円で購入できました。次のカードがこちら、黒煙弾のレリーフですね。こちらなんと500円で手にすることができました。しかもですね、なんと500円が2枚落ちてました。まあ、レッドアイズが載ってるっていうことでかなり人気のカードですけど、まあ、若干傷があるものの人気のレッドアイズが載ってるカードで500円はかなりお得なカードなんじゃないでしょうか。最後はですね、トラップカードをご紹介したいと思います。まずはこちら、マジカルシルクハットですね。スーパーレアで50円。これがですね、もうちょっと状態がいい150円のものもあったんで2枚拾ってきました。やっぱ遊戯が使うカードは思い出に残ってるんで思わず買ってしまう1枚ですね。最後がこちら、攻撃の無力化のウルトラレアですね。こちらもゲームボーイ版に付属されているカードの1枚となっております。はい、以上でですね、カードラボさんで購入したカードのご紹介となります。かなり枚数があったんですけども、1回で全部購入しているわけじゃなくてですね、まあ、2年から3年ぐらいかけてちょこっとずつ回収してきたカードたちになっております。別のお店でもですね、たくさんカード買ってますので、次回以降はですね、そちらのカードをご紹介できればと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。